バンデンライヒとの戦いから半年、四大貴族の一つ綱屋城家当主綱屋城時灘が巡らせる謀略、二枚屋大悦の元から盗み出した残白刀イコミキどもへを与えられた子供産着ぬ彦根。彦根は時灘に命じられるままクインシーやアランカル、フルブリンが死神と刃を交え戦場を圧倒する。一方、時灘の当主就任を伝える精霊帝通信の発行を命じられた久には取材のため訪れた現世で新興宗教エクスキューションの教祖道バネアウラと対峙する。現世ソウルソサイティレコムンド霊王の謎、ソウルソサイティ100万年の宿業、人類の危機、さまざまな因果の流れの中、久に周平ついに挽回に至る。俺はお前を殺しに来たんじゃねえ、止めに来たんだ。